ドリーム戦一号艇磯部雅子選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあまずはヤングダービー一号艇でドリーム戦ということで今のお気持ちいかがでしょう。そうですね。はい。ビアコは狭そうですね。はい。水面の広さ。はい。<laughs> そんな中手にしたモーターの手応えを教えてください。<laughs> うーん。まあそこまでパッとはしなかったですね。はい。明日時間ありますが作業としましては、まあそうですね。えー、ペラ試したい形あるんで、はい。 試したいかなと思ってますそこを試してしっかりと試運転して合わせていきたいなとはいもちろんコースははい、いいからスタートいかがですかあーはみ出てましたけど2本ともま勘通りぐらいではい。わりかし掴めたかなって感じがしますもうここは最後最初に回って逃げるのみということでございますので、はい、ファンの皆様期待してると思います最後一言お願いしますはい頑張りますお願いください。ドリーム戦2号艇中谷駿選手ですよろしくお願いしますお願いします さあ手にしたモーターですが手応えから教えてくださいはい出足も伸びもちょっと分がいいかなって感じはしました。ということでその辺に自信持っていけるかなとはいこの後の作業としましてはプロペラの微調整だけでいきますもうそこで自信持っていけるなという手応えは、はい、さあそんな中2号艇ですコースですけども 2>,、はい、2コースからいきますスタート感いかがでしたちょっとまだつかめてないんで明日しっかりつかみますそこをしっかりとつかんで 2>,、はい、2コースからどんな作戦でいきましょう、うん 臨機応変に行きます。臨機応変に行きます。はい、琵琶湖の水面、相性いかがですか？えいいと思います。それでは最後ファンの皆様にもう一言お願いします。はい、一生懸命頑張ります。お願いします。ドリーム戦3号艇木下翔太選手です。よろしくお願いします。よおますさあ、琵琶湖ですけども、もう準地元のようなそうですね。あの、スキススキス、はい、そんな中手にしたモーターの手応えはいかがでしょう,うん？まあ、隼人がいいかなと思ったんですけど、まあ、他とは変わらないかなと思って。 あの普通ぐらいあると思います。明日の作業としましては、あの時間あるので、あの自分のセッティングにして、あのプロペラしたいなと思ってます。3号艇です。もちろんコースはえーっと3コースからはい行きたいけたと思います。スローダッシュありますけど、うーまあスロー,まスローから行きます。はい、スローから行きます。はい、スタートかいかがでしょう？そうですね。前も走ったんですけど、あのー、まあ、今日もしっかり行けたのではいいけると思います。 ドリーム戦もう3号艇で攻めていって1着取りたいですねはい頑張りたいです相手打ちを2人を 2> そうですねあの相性いいとこ見せれたな,なあと思ってますそれでは最後ファンの皆様にもう一言お願いしますはい優勝目指し頑張りますお願いしますドリーム戦4号艇大山千尋選手ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますドリーム4号艇です今のお気持ちいかがなんでしょうそうですねちょっとフライングがきついですけどまあ、自分にできることはしたいなと思います手にしたモーターの手応えいかがでしょうか 普通くらいはあったかなと思います明日の作業としましてはプロペラをメインでやりますこの辺欲しいなっていうのありますそうですねやっぱり道中が大事になってくるかなと思うので出足と乗り心地はしっかり合わせときたいです4号艇ですコースのところですけどもはい4コースから行きたいです角からスタートだけですか <laughs> やっぱり集中はそうですねできる範囲でっていう感じですもう本当にね4号艇から大山選手もう人気集めると思いますので どうですかねいやー期待してると思いますよ <laughs> ここはもう角から一撃 <laughs> うちの男子をま送っていく <laughs> そんな映画見たいですがちょろっと指したいですそれでは最後はの皆様に一言お願いします <laughs> はいえっ、ー、と自分にできることを精一杯頑張ります応援よろしくお願いしますドリーム戦5号艇大上拓人選手ですよろしくお願いしますお願いしますさあ5号艇で登場ですが今のお気持ちいかがでしょうはい、はい、大山ちゃんの攻めに乗りたいなと思います そ <laughs> んな中手にしたモーターの手応えはいかがなんでしょうか <laughs> 伸びは悪くなかったんですけどちょっとタン周りがあんまり良くなかったんでそこを合わせていきたいですはい。明日の作業はもうペラではい。その辺の足が来れば自分では納得できるかなとそうですね伸びちょっと落としてでもちょっとタン周りこさしたいぐらいタン周り悪かったですそんな中5号手で登場ですコースですがま5、あ、コースから行きたいですスタートいかがでしょうまあ、ちょっとまだペラも合ってなくて ブレがあっったたんででそこをししかり修正していきたいきすスタートしっかりと連れていきたいですね。はい連れていって自分がどっから展開ついていきましょうか。まあ、ターンマーク回るだけにしてほしいです、大山ちゃんが攻めて。<laughs> はい、攻めてもらって、はい、攻めてもらって、しっかりと自分はもう最打ちをつくと、はいはい、楽して勝ちたいです。わかりました。はい、それでは、最後ファンの皆様にもう一言お願いします。はい、はい、最後なんで、最終日まで、失敗してります。お願いします。ドリーム戦六号艇、羽野直屋選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、手にしたモーターの手応えから、教えてください。はい、バランスは取れて、はい。まあ、悪くはなかったと思います。明日の作業としましては、ここ欲しいなというのはあります。少し伸びが弱そうだったので。 プロペラをを回転をしっっかかり合わせてていこうかなと思ってますちょっと伸びも欲しいかなとそうですね6号艇です、コースですが6コースはい、ね、スタートいかがでしょうスタートはダッシュの方が見やすそうですね。ということはもう6コースからしっかりと自分はスタート決めてとはい、攻めていきましょうかうん、まあ、F 持ちなので、はい、冷静に展開を見ながらいきたいと思います。さあ隣 見て大上選手ですが大上選手スタート行ってくれそうですかねそうですね、はい、大上選手にスタート行ってもらってはい行っていただきたいです行っていただきたいです、はい、ただ大上選手は左右打ちを指したいって言ってました <laughs> <laughs> そうですね <laughs> へへそうなるとちょっとあれなんですけど、はい、期待してます期待してますわ <laughs> <laughs> かりましたさあそれでは最後ファンの皆イト様に一言お願いしますはい最終日までいいレッスできるように頑張りますご視援よろしくお願いします